画面の前の皆様こんにちは、メラフィット Q でございます。ネアで来ちゃった。ケイトで来る予定だったんですが、キラ川指定でのレリケンです。まああれか、多分誰だろうな。わあ、豚か。まだ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 マシか。まだマシの方だわ、豚は。倒すね。さすがに無理では。さすがに不安を煽るものはついている。じゃあこっちで来て正解かもしれんな。いや、ケイトはね、セルフボタニーは同じなんだけど、スプバーと、なんだっけ、有能か、スプバ有能をセッティングしてたんですよね。なので、まあオポチュニティは走ってる時にさえ発動してればいいんで、走ってる時とあと発電機につく前で、ね、発動すればいいんで、まあ不安煽られても大丈夫かなと。スプバよりはね、思うし、猫もなんならいい感じに効いてるかもしれん。今回なんか心強そうなメンバーなので頑張っていきましょう。投資ピックなのかな。わざわざレリケン指定することないもんな、ピックで。あるんかな。レリケン別にそんな得意じゃないでしょ、このキラ。あ、ごめんなさい。あのクローデットプレステージ100なんで、うまいです、うまいです。まあ、うまくてもね、ダウンすることなんかあるんで、見つかる場所がね、悪けな。さあ、つけ切る。あ、そっちか。まあこれそっちから来たら、ここの板止めばいいだけなんで。おお、惜しくさいな。すごっ、追われながら初に触ってた今。約束の土地、約束の土地に来てしまった。いつの頃からか、このレリケンの端っこにあるこの地形のこと約束の土地っていうようになっちゃったんだけど、なんででしょうね。いつからだろう。いつからでしょうかね。あれかな、手鏡マイケル戦の時かな。あの、一応配信やってる時に当たって、なんかこう切り抜きというか、まあ、あの置き去りにされたものの実績だっけ、あれクリアした時にここをずっとこう使ってたんで、確かその時にここを約束の土地と命名して、約束の地と命名してみたいな感じだった気がする。
あ、でもあれか、どこでチェイスしてるのかが分かりづらいっていうのは。エイダー回したろ。安心感欲しいな。誰か。あ、これやっぱ投資ですね。ただイーダがこれで逃げ切れたんで、やってる発電機向こうか。ということはガツリこっち側に固めちゃった後はもう4人で攻めようっていう、それでいいかな。エイダのやつが外れないときついよな。外れず。頑張れエイダ。正面に釣らず。どこだ漏れる。ここでもない、そこでもない、そっち側かな。あれだあれだあれだ。あんまり下手なことせん方がいいな今は。とりあえず一旦落ち着くまでは。いや、こういう時治療場所をね、そうそうそう、甘えて殴られるっていうのが一番面倒なので、これはもうしっかりとこっち側まで逃げてくるっていうのを、多分そういう意思の疎通はできると思う。うん、今までの動き見てる感じね。これ今クローゼットの治療してくれてるでしょ。この間に行かない、発電機回しに行かない、中間宅ぐらいのところで止まっといて、もう一回発電機リセットされてもいいんで、あ、ただイーダが追われてるのはやばい。これで橋と橋をやる、一直線ぐらいなんで、まあ大体ね、並び方としては。さあミカエラが向こうの発電機を触る。エイダはまだ向こうのね、板多分結構残ってるんで、約束の場所にも残ってるし、
で、まあ、あの、殴られない方がね、いいので、殴られない方がいいに決まってるんで、猫反応したらすぐに離れます。ギリギリまで行けば、まあ、そこの板使うんだけど、殴られた時のディスタートがでかすぎるんで、ずさんあるしね。なので、しっかりと、離れることを意識する。もうあと、もうクリアリングとかいらないから、もう猫、猫。あ、クローデット今追ってるんだったら大丈夫です。つけ切れます。オッケー。さあ、こっからあとはゲート開けて出るだけなんです。遠いな、結構遠いね。いいんだ、そっち開けてるかな。開け切っていいと思うんだよな。あ、こっちか、開けてんの。うわ、びっくりした。追ってくんの。私は別に倒されてもいいから今。救助入るんだったら。いやー、びっくりした、怖かった。開いてるゲートが分かったんで、いやー、まあ救ってもらえたとしてゲートまで行けるかどうか分からんけど、ただ球場動線が被るのはまずいね。投資ピックなんで。さあ、クローデットを追っている。ミカエラがこれか、エイダが壁に入っていけるか。いけた、多分あれゲートまでいける。万人はやーよー、多分万人じゃなくて、オッケー、これ4逃げいったのでかいね。キラー側のマップ指定で4逃げできるって熱くない。いいメンバーだった。ちゃんと最後のさ、ところで逃げる場所を分かってたでしょ、どっちに逃げるかっていうの。あれをね、ちゃんと統一してできるっていうのがね、強いんですよ、やっぱり。4人残ってる状態でね、普通の徒歩、ワンパンがないキラーだと。だからね、発電機を固めないのはベストなんだけども、まあ、固まってはね、4人残ってるってことが、いかに大事かっていう、そういうゲームでした。ワンオンついてたのか。なるほどね。投資と、しゃがみの移動速度がアップか。なるほど。いやー、いいゲームでした。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。